では定刻になりましたので、第15回目最終回の、計算科学特論 B の講義を始めさせていただきます。本日は、インテル株式会社と、エクセルソフト株式会社の方から、池井様と、黒沢様に来ていただきまして、インテルジオンファイコープロセッサー向け最適化並列概要という題して講義をしていただきます。では最初は池井様の方からよろしくお願いします。インテルの池井と申します。今日の講義なんですけれども、最初30分ほど私の方から主にハードウェアの話をさせていただいて、その後エクセルソフトの黒沢さんにバトンタッチします。最初の話なんですけれども、ゼオンファイのプログラミングモデルとアプリケーション分野ということでお話しさせていただきます。で内容なんですが、まずゼオンファイについて説明させていただいて、そのアプリケーション分野、それから性能データ、それから最後に、次世代のゼオンファイが出る話がありましたので、それについて簡単に紹介させていただきたいと思っています。で、最初なんですけども、ゼオファイのような超並列のプロセッサーが出てきた背景についてまず簡単に話をしたいと思っているんですけども、スライドの左側がゼオンって言われる、汎用の計算機のファミリーで、右側がゼオンファイのファミリーになります。で、もう皆さんよくご存知のようにペンティアム4の頃から周波数による周波数をメインにした性能の向上がほぼ止まってきて、そこからコア数が増えていくという方向と、それからシムド命令というものが MMX の頃からあったんですけども、幅が広くなるという形がありまして、一番左側にあるように、64ビットの世代のゼオンのファミリーですと、コア数が1から1、2、4、6、8、12、14で、今これハズウェルが出てますけども、サーバーのファミリーによってはもっとコア数の多いものもあると。で、それぞれコアについては、その1コアあたりの、消費電力あたりの性能を上げるために、スレッド数を増やして、リソースを有効に使うということもやってまして、だいたい1コアあたりにスレッドずつ動くような形になっています。それからシムド命令についても128ビットで始まりまして SSE2、SSE3、SSE4 で、サンディブリッジという世代から256ビットになりまして AVX で、それ以降ハズウェルで AVX2 ということで、シムド命令自体の幅が広がっているのと、それからサンディブリッジだと FMA がワンクロックでできるようになったということで、さらに、倍になるという、そういう形で性能を上げています。で、これらのファミリーに対してですね、ZEON5 は消費電力あたりの性能を上げるためにコアを単純化して、でその代わりコア数を増やすという、そういうアプローチを取りまして、ナイツフェリーというのがちょっと前にあったんですけども、去年あたり出てきた今の世代ナイツコーナーという名前なんですが、61コアで240スレッド以上で、シムド命令は512ビットというものが出てきました。で、今日はこの話をメインにしたいと思うんですが、まずですね、ゼオンの特徴、ファイに対するゼオンの特徴について簡単にお話しますと、ゼオンの方は基本的に単一スレッドあたりのパフォーマンスがをメインに持っておりまして、で、これはサンディブリッジ、IDB ブリッジの世代なんですけども、コアが6個の実行パイプラインを持ってアウトオーダーで実行していると。それからラストレベルの共有キャッシュが大きい。それから固有の機能としては乱数だとか AES 系の暗号化の命令、それから仮想化、ラスなどの機能、汎用にいろんな目的に使うため の命令の拡張をしています。で、今もうすでにお話しましたけども、マルチコアであり AVX といったようなものが増えています。で、ハズウェルの話をちょっとしますと、ハズウェルは自己パイプが 8段になりまして、ですから8本になりまして、ですから6分の8に増えてまして、でちょっとお話しましたけど、 FMA を、1クロックでできるということで、さらに、不動小数点の性能が倍になっているという、そういうものです。で、そういうふうにですね、シングルスレッドのパフォーマンスを持ったゼオンのアーキテクチャに対して、ゼオンのアーキテクチャっていうのはあらゆる HPC のパフォーマンスの基礎だと考えています。それから広いワークロードに適合すると。
で、まあ、シリアルでも性能が出ますよということで、まあ、あの比較的使いやすいプロセッサーになっています。でこれに対して、特にあの高並列された計算機計算自体を、低消費電力で実行するためにできたのがマイクのアーキテクチャでして、で我々 の, そのマイクのアーキテクチャに対する方針はジオンプロセッサーとできるだけ共通のプログラミングモデルを使ってかつ、まあ、開発ツールも同じして、アプリケーション の, あの開発がこのジオンと、まあ、マイクの間で相互にいけるようなそういう開発環境を実現するためのそういうアーキテクチャを考えてきたということと、それから、まあ、あの製品としては、昨年ぐらいから、まあ、あの多くあの機械入り始めましたけども、22ナノで50コアということで、最初の世代が製品化されています。でその最初の世代の説明なんですけども、何度も繰り返しになりますけども超並列のアプリケーション用ということで、コアがあの低消費電力の IA コアで作られています。一個一個のコアが512ビットですから、あの、まあ、サンディブリッジあるいはハズウェルの世代256ビットの2倍のベクトル演算のできるシムドを持ってまして、それから、まあ、そういう意味ではあの、ジオンのプロセッサーの製品を補完するジオンのプロセッサーでの、性能特に超並列で性能が出るものに関してはこちらをやればこちらで実行すれば、電力あたりの性能が上がるということで補完する関係にあります。でもう一つ補完の意味があって、一つはあの、命令セットがですね、あの X 圧力のプロバギングモデルをそのまま使ってまして、基本的にはあの SIMD 命令を使わなければ、ほぼ互換であると。で、ただ注意しなきゃいけないのはあの完全なホモジニアスというわけではなくて、まあ、セミヘテロとか言ってますけども、要はあの、X86 命令は使えるんだけども SIMD 命令は異なるので、バイナリー互換ではありません。ですから、コンパイルし直さなければ、同じバイナリーを走らせることはできないです。で、もう一つはあの、最初の世代はですね PCI Express のカード形状のコプロセッサーとして提供します。これについては後ほどあの、簡単に絵で説明したいと思います。ということであの出てまいりまして、コードネームがナイツコーナーという名前 KNC と訳してますけれども、最大61コアで、後でもう少し詳しくお話しますが、コアあたり4スレッド、それから最大 16GB の GDDR5 のメモリーで、最大のメモリーバンド幅が352、これメガバイトですね、メガバイトパーセック、です。それから、消費電力が225から300ワットの冷却でして、PCI Express EX のカードとして提供されています。で、この Xeon Phi のファミリー、その Xeon の、まあ、シングルスレッドのパフォーマンスがあるものに対して保管して出てきたということで、ナイツコーナーというのが22ナノで出まして、で、これについてはもう、あの、後継の製品、あるいはその後ももうすでに、設計に入ってまして、後ほどあのこの、ナイツコーナーの次の製品について簡単に説明したいと思います。今日はあのナイツコーナーのお話をします。で、このコプロセッサーのプラットフォームなんですけども、先ほどお話ししましたようにあの、PCI Express のカードとして提供されまして、この絵の中の左側があの通常の Xeon の、DP のサーバーだと考えていただきたいんですけども、まあ、サンディブリッジ世代で、ホスト CPU が2個あってそれぞれ DDR のメモリーにつながっていると、で QPI でつながっているというそういうまあ左側 の, あの、サーバーに対して PCI Express のカードとして、まあ、この絵では2枚指しています。右側にあるように、Intel Phi Coprocessor というものはその、KNC の CPU に、GDDR5 のメモリーがついているような形で刺さりまして、でまあ、通常であれば他にも、まあ、ディスクだとかあるいはあの、インフィニなどのネットワークのインターフェースがつながってこういう形で、実行するというのがあの Xeon Phi Coprocessorになります。でそうするとあの、まあ、極めてよく似たものとしてグラフィックスのカードを使ったアクセラレーターと比較されるんですけども
まあ、大きく異なるのはですね、まあ、ちょっと前のスライドにもう一遍戻りますけれども、この一個一個のカードは独立して動作しています。ですから IP アドレスを持っていて、ログインして実行、要するにまあ別々の計算機として動作できる形になっています。 で、ですからまあ左側に書いたように、その、ハードウェアのアクセラレーターは通常、まあ、OS を持っていなくて、PCI Express 経由でコンパイルしたバイナリーを送って実行して、その結果をホストに戻すというような、そういう形になっているんですけども、GeonPy の場合はまあ、そういう使い方もできますが、基本的に、まあ、一番上から見ますと、コンピュートノードとして動くと。ですから、独立した計算機として動作していて、ということはOS が動いています。Linux、マイクロカーネルなんですけども、Linux が動いてまして、で、まあ、Linux といっても全てのツールは載せられないので、通常はエンベで使うような、そういう類の、まあ、LS だとか、そういう、まあ、一通り使えるものは載っています。で、まあ、その気になれば GCC を別にインストールされて、ファイル上でコンパイルすることもできます。で、もう一つは、まあ、通常の OS ですので、その上で MPID を動かして、で、そのカードの中のコア間で MPI 通信することもできます。で、まあ、それで最初、ちょっと考えると、そのコアの中で MPI や、まあ、やって意味があるのかと思われるかもしれないんですけども、実はコア数が多いために、あながち意味がないことでもないです。で、さっきお話したように、X86 のコードが動くので、いわゆる GNU のツールだとか、そういったものは、そのまま、コンパイルして動かすことはできます。ただ、SIMD 命令が吐けないので、まあ、そういう使い方をすると、演算の性能は使えないので、まあ、SIMD 命令使いたい場合は、インテルのコンパイラーを使うという形になります。そういうことでですね、まあ、フレキシビリティがあるという構成になっています。で、ツールとしては後ほど、まあ、この後のセッションでも詳しくお話ししますけれども、C++ フォートランに関して、インテルやサードパーティーからツールが出てまして、まあ、インテルの方から出ているものとしては、パラレルスタジオというものと、それからパラレル、クラスタースタジオというのと2つありまして、まあ、クラスタースタジオの方は MPI がついてて、パラレルスタジオは MPI がないという形になっています。で、去年出たファミリーとして、1テラフロップスを超える、まあ、メモリが8ギガのものと、それから、まあ、1テラフロップスを、まあ、ちょっと落ちるんですけども、メモリが少なめのものと、3100シリーズというものと5100シリーズのが出まして、で、次のスライドに一番最新の情報が出てるんですけども、今、3つのファミリー、7シリーズ、5シリーズ、3シリーズとありまして、で、7シリーズ、一番上が16ギガの GDDR5 が持っていて、すいません、私さっきメガと言いましたギガですね、352ギガバイトパセックです、すいません。で、1.2 テラフロックス、DP ですね、の性能が持っています。で、強制のやつ、青いのが強制ファンのついたもので、で、そうじゃないものと2種類ありまして、そうじゃないものは、まあ、ワークステーションで冷やしてもらう、あるいは、特殊な水冷化、まあ、まあ、いろんな方法あると思うんですけども、そういう、まあ、製品としてはファンのついてないものがあります。それから、一番右端のようにですね、高密実践のため の, ものがありまして、これを使っているお客様もいます。まあ、いずれにせよそういう最大メモリーを持った電力の高いものが7で、あと、5シリーズのが8ギガ、それから3シリーズのが6ギガで、それぞれ、まあ、形状としては PCI Express のカードとして販売されております。で、利用可能なツールなんですけども、パラレルスタジオでフォートラン C、OpenMP、シルク、MKL、まあいわゆるインテルのゼオンプロセッサー用に使われているツールはほぼ全てまあ使うことができます。それからまあクラスタースタジオの方は MPI、MPI の、まあ、トレースアナライザーといったような MPI 通信に関するツール。その他ですね、OpenCL を使って、まあ、どちらかというとオフロード的に使うようなそういうまあツールだとか、あとは各社、サードパーティーさんからコンパイラー、それから GCC、まあ、GCC はちょっとSIMD の命令を吐けないという問題があるんですけども、まあ、そのまま使います。
で、ライブラリーとしてもですね、ここにあるように、まあ、どちらかというとオープンソース系のものが多いんですけども、ブーストだとか、その他、エンバピッチ、で、ナグ、からデバッガー、トータルビューのようなデバッガー、それからアナライザー、パピーだとか、まあ、一般的にエクサ収録で使えるようなものは、大体、使用できるようになっています。というのが、ゼオンファイの、まあ、商品的な位置づけと背景です。で次にこれについて、もうちょっと詳しくお話をしたいと思います。で、どういうアプリケーションがこれに向いているかっていうと、まあ、簡単に言うと、まあ、エンバラシングパラレルか、もしくは、多数のプロセスを使って、例えば、その60コアで4セレドナで200の、まあ、プロセスを動かして、何が、異なる条件で計算するとか、いうことができますが、そういう使い方をする場合は、コアあたり、キャッシュが512キロで、512キロを超えると、メモリー参照のバンド幅はさっきお話ししましたように350ギガってあるんですけども、レイテンシーが大きいという問題があります。それから、後ほどアーキテクチャを話しますけども、すべての IO が、まあ、リングバスを通るという形、ことになるので、例えばメモリー間で DMA をやっている場合にも、まあ、そのリングバスを使うということで、全体の流れを考えて、プログラムする必要があります。で、一応、どういう方法で判断すればいいかという話で、このフローチャットを準備しているんですけども、基本的にはアプリケーションがですね、100スレッド以上まで、スケールするかというのを考えていただきたいと思います。ですから16スレッドで、まあ性能が、寝てくるようなものには、まあ、向かないと。で100スレッド以上まで性能がスケールする場合には、ベクトル化ができるかどうかというのを考えていただいています。でベクトル化が512ビットなので単精度で16、倍精度で8要素を計算するのでそれだけで、まあ、8倍とか16倍の性能を出すことができます。ベクトル化できればですね。ですから、もしベクトル化ができていれば、高スレッドでベクトル化できれば、まあ、それがベストなゼオンファイに向いたアプリケーションだと言えます。で、仮にベクトル化できなかった場合でもですね、メモリバンド幅が、普通の、まあ、今のゼオンの、デュアルプロセッサーの製品が、まあ、100ギガぐらいなので、まあ、その、ストリームベンチで見ても、倍ぐらい、350は出ないんですけども、200近く出てますんで、倍ぐらいメモリーバンド幅が出るので、ですから、そういうメモリーバンド幅が立足になっている、レイテンシーではなくて、バンド幅が立足になっている場合は、ゼオンファイで性能が上がるという、まあ、そういう形です。で、これが、ゼオンファイのアクセスはもういろんなところでご覧になっていると思うんですけども、コア、それから L2 キャッシュがリングバスにつながっています。で、L1 キャッシュはですね、インストラクションデータ32キロずつ積んでまして、まあ、キャッシュラインは、これは X86 のファミリー、同じ64バイトのキャッシュライン。から L2 キャッシュが、ローカルにコアごとに乗ってるんですけども、512キロバイト。ですから、まあ、この L2 に乗ってる分には、コアから、リングパスを使わずに、アクセスすることができる。で、L2 がですね、これ、形的には、サンディブリッジとか、似てるんですけども、大きく違うところがありまして、シェアードキャッシュではないです。コヒーレントなキャッシュであるんですけども、シェアードではないです。ですから、1個のコアでは、L2 としては1個しか使えない。で他の L2 アクセスに行くと、まあ、L2、L2 間で、トラフィックが発生するんですけども、メモリー化のアクセスとほとんど変わらないぐらい時間がかかってしまいます。あと、メモリーは GDDR5 で最大 16GB。で、16のメモリーチャンネル、8個のポートがリングに、ですからメモリも全部リングにつながっていて、それらが、まあ、から、インターリーブしながら、各コアに送られると。で、L2 はコヒーレントなんですけども、スヌープするのが大変なので、タグディレクトリーを持っておりまして、ですから、まあ、そのタグディレクトリーに聞きに行って、どの L2 に持ってるか、そのアドレスの空間、そのアドレスのデータがどっか持ってるところがあるかどうかを問い合わせるような、そういう形で、通信を行って、計算すると。で、左上、角に書いてありますけども、PCI Express の、ロジックもつながってまして、ですから、例えばメインメモリー、あるいはネットワークを経由して、そのメモリー間で、データを送るとかいうのも、このリングバスを使います。で、コアなんですけども、Pentium の世代
のものだと考えていただければいいと思います。でざっとですね、厳密には違うんですけども、ざっと、考えていただきたいのは、これ大体60コアぐらいです。で、今の、まあ、ゼオンの世代が16コアぐらいだと考えると、大体その4倍ぐらいコア数があると。それで単純に考えると、4分の1ぐらいの、要するに大きさのコアだと考えていただければよくて、まあ、ペンティアムの世代になります。で、200コア、後で出てきます。で、ただ違うのは64ビットに拡張されていて、まあ、プリフェッチができるとか、あるいは、コアあたり4スレッドを、実行できます。ですから、まあ、4倍の、まあ、レジスターセットを持っていると。あとはですね、下側に書いてありますけれども、新しいメールとして、絵でいうところの右側のベクターユニットっていうのがあるんですけれども、ベクトル演算のための命令を加えてまして、そのために、まあ、単精度で16の演算をやることができます。で、リングバスをみんな使うというちょっとボトルネックになりそうな話をしきりにしましたけど、またバンド幅は十分ありまして、1024ビット双方向で、まあ、データはですね実際3本ありまして、アドレスそれから、コヒネントの制御するために、まあ、十分なバンド幅を持ってます。で、一個一個のコアの中身がこれでして、ここでご説明したかったのは左上にあるT0、T1、T2、T3 って書いてある4スレッドインオーダーって書いてありますけれども、4つ の, 命令ストリームを読んできて、ですから、まあ、レジスターセットも全て4つずつあって、それらがラウンドロビンで実行されます。で、このコアの一つの特徴は今のゼオンと違ってインオーダーです。ですから、1個の命令がストールしてしまうと、そのストリーム、その、インストラクションに関してはもう次に行けないという、そのためにですね、一応ラウンドロビンでスレッドを切り替えて、毎回違うスレッドを実行することによって、まあ、レイテンシーハイディングするような形になっています。で、レコードのところに書いてあるんですけども、16バイトサイクル、まあ、インテルの命令セットっていうのは可変長なんですけども、まあ、大体2命令をデコードできると。で、2命令をデコードして、まあ、マイクロコードになるんですが、まあ、いずれせよ、2本のパイプを使って2つの命令を実行できる。そういう、まあ、うまく回れば2本ずつっていう、そういうアーキテクチャなんですが、一つ欠点がありまして、このアーキテクチャには、1個のスレッドで1個のインストラクションストリームで、連続して2個の命令をデコードすることはできないんですよ。ですから、シングルスレッドで動くと、2クロックに2命令しか実行できないです。ですから4スレッドで動いていれば、全て2デコードずついけるんですけども、同じ1個、つまり、スレッド1、ハードウェアセレッド、1個のハードウェアセレッドで、実行していくと、本来出るべき性能の2分の1しか出ないというのがありまして、必ず、1個あたり2セレッド以上動かすというのが、まあ、性能を出すための一つの、ものになります。それから、右側にハードウェアプリフェッチってあるんですけども、ハードウェアプリフェッチ、ジオンと同じように持ってるんですが、これは L2 に関してしかありません。で、基本的にですね、先ほどお話したように、レイテンシーが大きいので、プリフェッチが大事になりまして、で、実際問題は、ハードウェアプリフェッチャーにあまり期待せずに、ソフトウェアプリフェッチをやる必要が、性能を出すためにはあります。次が、演算の、ベクターユニットの、ブロック図になってまして、この次のもう一つ先の絵で、この後にもう少し説明しますので、ちょっとここを簡単に飛ばしちゃいます。で、VPU なんですけども、512ビットです。ですから、32個の、ベクトルレジスターを持ってまして、まあ、1スレッドにつき32個なので、まあ、全部合わせると、その4倍になります。で、マスクレジスターがあってですね、で、その SIMD 命令の場合に、例えば8個の要素、バイセド要素のうちどこを演算するかというのを、まあ、マスクで決めることができます。で、演算形態としては、スリープレンダーになってまして、後で実際に FMA を出して説明します。それからロード操作は直接メモリー指定できるという、まあ、インテルの、まあ、アーキテクチャの特徴の、まあ、命令体系になってます。
で、それでロードするときにですね、フォーマット変換ができまして、データをメモリから持ってきて、それをフロートとして読むのか、インテジャーとして読むのか、ロードすることができるようになっています。で、実際に命令としてはですね、インストラクション、デスティネーション、ソース1、ソース2というふうに並んでまして、一番下にあるように、ベクトルアドに関してですと、VAADDPS の GMM1 で、GMM1 で、がデスティネーションでして、でマスクを指定してソース1、ソース2という、そういう形でになっています。で、次に浄化算 FMA の例が出てるんですけども、例えば、ベクトルレジスターの5とベクトルレジスターの6をかけて、それにベクトルレジスターの0を足したものをベクトルレジスターの0に入れるっていう、演算、単精度の演算を、16の要素を1回で計算する単精度の演算をやると、絵で書いてあるように、1クロックで、8個の、これだと16個の要素が、に演算するので、1クロックあたり32の演算するということで、それをクロックかけると、で60倍すると大体1テラフロップスになるという、そういう、ですから60個のコアがすべてこの FMA を、実行している場合にのみ1テラフロップス出るという、そういう、マシンです。すいません、単精度の場合は2テラになります。ということで、特徴なんですけども、60以上のスレッ、コアを持ってまして、1コアあたり4スレッド、240スレッドで実行する。から512ビットのシムドを持っているので、16単精度、8倍精度を演算できると。それから、コヒーレントなキャッシュを持ってますということと、ちょっと説明しなかったですけども、一つだけ特徴的なのは、単精度の、2の指数対数、逆数開閉。あるいはその他の逆数、その逆数とかそういう計算に関してはゼロと違ってパイプライン実行できます。でこの辺は単精度に限るんですけども、ゼロよりもかなり速くなる演算になります。で注意しなきゃいけないのは消費電力あたりの性能を上げるために単精度のパフォーマンスは低いです。でアーキテクチャでお話ししたように1スレッドだけで実行すると特に低くなってしまいます。だいたい実感として8分の1とか、なんかゼロで1スレッド実行したのの、かなり低い性能になってしまいます。ただ、後で話しますけれども、アーキテクチャは進化しますんで、そのままこのまま、ゼロファイのファミリーがそうなるかどうかは、わからないです。次に、アプリケーション分野についてちょっと簡単にお話しします。ですね、左側の絵がよく皆さんにご説明する絵でして、ゼロとゼロファイで、横軸はスレッド、縦軸は性能ですから、傾きがスレッドあたりの性能だと見ていただければいいんですけども、ですからゼロの方はスレッドあたりの性能が立っていると。だから、スレッド数をちょっと増やせば性能上がりますよと。で、ファイの方はスレッドあたりの性能が低いと。だから、ゼロの性能を超えるには、少なくとも、ゼロで最大コア数以上ぐらいの、一番上まで行くには60スレッド、240スレッドかもしれないですけども、60コアを使い切るような、スレッド数が必要です。で、よくこういう絵を出してまして、でプログラムのベクトル化率を右方向というか水平方向にとって、それから奥行き方向に並列化できる割合をとって、で性能を縦にとっていると、ゼロファイというのはベクトル化されれば単精度でさっきお話したように16倍倍精度で8倍出るでしょう、コアあたりですね。で並列化すれば、その60そのコア、コア、コア、1コアあたり、コア数で考えて、60コア使い切れば、60倍。そういう、ものです。ですから、どのエリアにでも、性能が出るものではなくて、やはりその、ベクトル化できて、並列化できるっていう、この絵でいうところの、右側の奥行き、方向のアプリケーションに向いたアーキテクチャです。
でそういったものとしてはこの表にあるようにですね、いろんなものがあると思うんですが、それらに、大体ですね HPC 分野でよく使われているアプリケーションでして、でかつですねまだプロセッサー自体、出たばかり、1年か2年ぐらいで商用のアプリケーションでそのまま対応しているというものは少なくて、どちらかというとオープンソース系のアプリケーション、あるいは、HPC の、よく使われるようなアプリケーションについて、今、ISV さん、あるいはエンドユーザーさんの方でいろいろ開発していただいて、いくつか成果も出てきているところです。で他に、プロセッサーの開発をしていただいているところがありまして、この中で日本ですと東京大学さんの方で、OS 系の話、あるいは、プロセッサーを使ったゼオンと強調してよく動く、そういう、通信系の話していたのを研究していただいています。他にも日本ですと筑波大学さんだとかやっていただいています。で、インテルの方では、こういう並列度の高いアーキテクチャでもうですね、プログラミングの可変性が大事だよねということ を考えてまして、よく言うのは、並列化というのは大変だと、ただでさえ大変だから、できるだけ余計なものは持ち込みないようにしてできたらいいねという、そういうことを考えてまして、ですから、一つのコードベースで、ゼオンとゼオンファイと、両方に対応できるというのが理想的じゃないかと考えています。でそういう発想でできているものですので、この後ちょっと簡単な例、なんか漫画的な例なんですけども、でちょっと簡単に説明しますけども、ゼオンプロセッサーで開発していただいて、それをファイに最適化するという、そういう形で開発を進めていこうとしています。で、またですね、コプロセッサーなので、オフロードを使わなくてもいいという特徴もありまして、ですから、ネイティブで動かせるので、アプリケーションをそのまますぐコンパイルすれば、そのまま動くねと。で、それで性能出るかというと出ないんですけども、出ない場合の方が多いんですけども、ただ、動くことはやはり大きくて、動かしながら性能改善できるということで、そういう意味では使いやすいものになっています。ですから、簡単に GPU の場合は、プログラム、の中から並列部分を GPU に書き換えて、オフロードするような形で開発が必要ですと。で、インテルの場合は既存のプログラムをそのまま、バイナリーを開発して、で、ゼオンでも動くし、ファイでも動くし、あるいはオフロードもできると、そういう形で考えています。で、簡単な例として、ここにあるような、ループがありましたと。これをゼオンで実行したら、67秒かかりましたと。でこれをですね、インテルコンパイラーで、並列化します。で、並列化はこれ、フォートランの例なんですけども、OpenMP を使いまして、パラレル Do の、で、外側を、並列化して、それから、内側をベクトル、ベクトルアラインドでベクトル化すると。ですから、内側は、SIM ド命令、外側は並列化した、コアで実行するということでやると、コンパイルすると、0.197 秒で動きます、ね。で、これ340倍になったのかと考えると、そうではなくて、実は、同じコードをゼオンで動かすと、やはり 0.46 秒で動くと。で、これはだからシングルスルートと比較すると145倍速くて、実際は、ゼオンファイと、同じ条件で比較すると 2.3 倍ぐらいだろうと。で、大体ですね、DP のゼオン、2ソケットのゼオンに対して3倍とか4倍ぐらいが1個の、ファイのカードで出る性能だと考えています。あとここら辺のスライドについては後半の方で出ますので、飛ばしていきまして、最後に性能のデータについて簡単にお話しして、その後次世代の話をしたいと思います。で性能のデータなんですけども、
皆さんご覧になっていると思うんですけど、今大体、口でお話したのが内容になってまして、まずSGEM、シングルプレシジョンのジェムとダブルプレシジョンの D ジェムと両方出してるんですけども、大体DP の、これ今比較の対象が 2.6 ギガの、ものになってるんですけども、比較して、3.4 倍とか 3.1 倍の性能が出てます。それからリンパックもですね 3.2 倍、でストリームトライアードが178で、最新ですと、多分180、90ぐらいいってると思うんですけども、いずれにせよ350は出ないで、350GBps は、出ずにですね、大体180、まあ、半分ぐらいですかね、半分よりちょっといいぐらいの性能が大体トライアードで出てます。で、先ほど述べた表にしてあった中からいくつかアプリケーション出してるんですけども、ただこれ、インテル、例えばレイトレーシングがインテルのものだったりして、ちょっとあまり、皆さんが利用できるものはないんですが、まあ、大体 1.8 倍、2.5 倍。で、右下だけですね、ブラックショースの、シングルプレシジョンとモンテカルロだけ10倍、8倍って書いてあるんですけども、で、これはですね、さっきちょっと話した、単精度の、超越関数がパイプラインでできるっていうんで、パイプライン化されていないゼムに比べて早いという、そういう特徴が出たものです。で、最後にですね、ナイツランディングというこの次の世代のプロセッサーについて簡単にご紹介したいと思います。でナイツコーナーが、22だったんですけど、ランディングでは14ナノになります。で、さらにですね、2段目なんですけども、ナイツコーナーは、カードだったんですけども、ランディングから、プロセッサーになります。ですから、単独ブートをできる、まあ、ジオンとは、まあ、用途は違ってくると思うんですけども、プロセッサーではなくて、まあ、メインプロセッサーになるものになります。それから、3番目なんですけども、さっき X86 は同じなんですけども、シムド命令はコーナーは違うんですって話をしたんですが、AVX になります。ですから、ジオンとバイナリー互換、まあ、アッパー互換ですけども、まだ ABX512 のジオンは出てないので、まあ、アッパー互換になると。それからもう一つは、オンパッケージでメモリーが乗りまして、発売時で 16GB までオンパッケージでメモリーが乗ってきます。ですから、まあ、これは相当速いメモリーになりまして、ですから 16GB 以内のワークロードであれば、相当速くなる。でよく皆さんにお話しているのは、今カード上がちょうど 16GB なの で、これですね、こういう感じですね。次のスライドに書いてありますけども、近接メモリーということで 16GB のメモリーが、パッケージ上に載ってきまして、 ですから今のカードで動いているものが、まあ、大体、ランディングで性能がコーナーの3倍ぐらい、まあ、3テラぐらいってやってますん で、まあ、今、200ギガぐらい、ストリームで出るって話しましたから、まあ、オンパッケージのメモリーがもし3倍ぐらい出ればほぼ3倍ぐらいの性能が出てくるという、そういう製品になってます。というわけでざっとお話してきましたけども、ジオンファイっていうのはまあジオンは HPC のあらゆる分野に使える、まあ、シングルスレッドの方が特に、まあ、パンに比べて得意なんですけども、100セレド以上で使えるようなもの、であるいはメモリーバンド幅で制限されているようなものは、ファイのプロセッサーで高性能になる可能性があります。で今はですね、小アプリは少ないですけども、まあ、いろんなところで開発していただいています。でただ、インテルはですね、両方のジオン、ファイ、ジオンとジオンファイに対して共通の方法で並列化を行うツールを提供してまして、将来にわたってソフトウェア資産の継続的な利用を目指しています。ということで私の話は最後にさせていただいて、続いてそのツールの話をエクセルソフトさんの方からしていただきたいと思っています。ありがとうございました。
にちは。エクセルソフトの黒沢と申します。ここからは私が、ツールの紹介と、あと最適化の、概要というか、最適化についてどのようなポイントというか、どのようなツールを使って、手順はどのような感じになるのかというお話をしたいと思います。で、インテルソフトウェア開発製品という専用のですね、ジオンファイコプロセッサーに対応している専用の開発ツールがインテルから出されていまして、今日はちょっとそれを使って、やってみたいと思います。先ほどお話にもありましたが、インテルパラレルスタジオというものと、クラスタースタジオというものがありまして、コンパイラですとか、こちらですね、コンパイラや、最適化の解析ツールが入っているもの、両方とも入っているんですけども、クラスタースタジオの方には MPI アプリケーションの、ライブラリーと解析ツールが入って、追加されているような感じです。この図の中でチェックが入っているものが、ジオンファイコプロセッサーに対応したものでして、ジオンファイコプロセッサー上で動くものが、チェックがあるものです。もちろん、ジオンファイコプロセッサー向けの開発ツールとしては、すべて使っていただくことができるんですけども、現状で対応しているものがチェックされているものですね。で、ツールのこの目的なんですけども、単一のソースコードから、ジオンの単体のサーバーから、ジオンファイコプロセッサーが入っている、シングルノード、もしくはクラスター、ジオンだけのクラスターもできますし、ジオンファイコプロセッサーがついているクラスター、それぞれの、全ての環境におきまして、一つのソースコードから、バイナリーを作ることができるという、そのような目標というか目的になっています。並列化、並列化モデルですね。皆さん、OpenMP や、Linux でしたら POSIX ですか、使われていると思うんですけども、それらすべて対応していまして、Intel の、数値演算ライブラリとか、もしくは OpenCL なども、先ほどお話ありましたが、対応しています。デバッカーなども、ありまして、こちらをちょっと、もし使われる方はマニュアルなどを読んでみてください。今で、このバージョンまでは、インテルデバッカーというのが含まれているんですけども、次のバージョンからは、GDB、GNU のデバッカーがこれに引き継ぐようになってまして、GDB を使ってデバッグできるようになると言われています。性能解析ツールとしては、VTune というものがありまして、この後ですね、ちょっと細かくご説明いたしますが、かなりですね、簡単にその性能が発揮できているかいないかというものをチェックすることができまして、通常の、キャッシュミスなど、いろいろな計測ツールがあるんですけども、ジオンファイに対応した、特化したというか、インテルプロセッサー、インテルコプロセッサーに特化したものになってまして、非常にわかりやすく問題点を発見できるようになっています。で、あとはですね、MPI ですか。インテル MPI というものがありまして、最新のものですと MPI の 3.0 規格までに対応した、ライブラリーがあります。シングルノードのものも対応できますし、オフロードジオンファイコプロセッサーが搭載されたノードのホストにランクを流しまして、そこからオフロードして実行することもできます。で、当然、ジオンプロセッサーに例えば1ランク流してジオンファイコプロセッサーに1ランク流すこともできますし、ジオンファイコプロセッサーだけで動かすこともできます。これらすべて、一つのというか、ソースコード一つからコンパイラーオプションを切り替える程度で、分けて実行することができるようになっています。非常に簡単です。というところで、早速ですが、プログラミングの方法というか、概要をご説明したいと思います。で、先ほどもありました通りですね、このベンチマーク、こういった性能を発揮するためには、いろいろな、ポイントというか、注意すべき点がありまして、ほとんどのものはですね、インテルコンパイラーが自動的に、高速化のための実装をしてくれるんですけれども、当然できないものもありますので、そういった時にどうするのかというようなことをちょっとここではお話ししたいと思います。で、この図もちょっと先ほど出てきましたが、改めまして、この図から分かりますように、このジオンファイコプロセッサーはホストに対しまして、PCI Express でつながってます。で、当然ですね、転送速度ですね。こちらですか。インフィニバンドから例えば、ジオン側の
ハードウェア的にはジオン側のホストにデータが来まして、でそこからPCI Expressでこのジオンファイコプロセッサーにデータが入りますので、このバス間の転送が多ければ多いほど、まあ、計算が遅延が起きてしまいます。なので、なるべくですね、計算しながらちょっとずつデータを送るとか、もしくは、なるべくこのジオンファイコプロセッサーの中の方のデータを入れ替えないで計算するとか、そういったような工夫が多少必要です。基本的にインテルコンパイラーがですね、ある程度は先読みとかしてくれるようになってるんですけども、ソフトウェアプリフェッチャーが自動的に対応できるところはそれが実装されるんですけども、できないところは、先ほどちょっとご説明しました VTube などを使って、探し当てて問題を、手動で例えばソフトウェアプリフェッチするとか、キャッシュが溢れているところは溢れないようにちょっと書き換えるとか、そういったような手法が必要になってきます。こちらも同じですね。中にはそれぞれ Linux が載ってますので、この PC Express を介してやるんですけれども、直接 MP アプリケーションを、動かす場合には、このジオン側のプロセッサーのコアのですね、キャッシュは通らずに直接コントローラーがこちらにデータを送りますので、別々のジオンファイコプロセッサーで1ランク流して、ジオン側で1ランク流しても、パフォーマンスの圧迫は、あまりというかほとんどないような作りにはなっています。で、同じですかね。MPI アプリケーションの場合には、先ほどのように自動的に流すような形ですが、ログインして実行することもできるようになっています。それぞれの、オフロードとネイティブ、どちらを選択すればいいかというようなお話なんですけれども、ジオンとジオンファイはそれぞれ得意、不得意な部分屋がありまして、ジオンに関しましては、シングルスレッド、もしくは、ある程度、コア数がですね、一番多いものでも24とか、2つ、2コア乗って、2プロセッサー乗っていて24とか、それぐらいのものが主流だと思うんですけども、そのためにですね、ある程度中程度の並列コードまでは非常に計算できるんですけども、例えばジオンファイコプロセッサーのように120とか240並列できるような高速な、より高並列度の高いものに関しましては、ジオンファイコプロセッサーの方で流した方が、性能が出やすい場合があります。というところで、単体でマルチコア単体で実行するところですとか、オフロードで実行する場合、もしくはジオンとジオンファイコプロセッサー同じコードを流すんですけれども、データをちょっと大きさ変えてそれぞれ通信し合って実行するようなものですとか、ジオンファイコプロセッサーだけで動かすものと、こういったようなものをですね、選択いただくことで、適切に選択いただくことで、より高速な、処理を行うことができるようになります。で、オフロードとネイティブ、こちらは何度も出てきましたが、オフロードというものは、プログラムの特定の処理だけをジオンファイコプロセッサーに流して実行する、GPGPU ではよくあるモデルですね。で、ネイティブ実行の方は、ジオンファイコプロセッサーだけで走らせるモデルです。今日はこの2つちょっと簡単にご説明した上で、並列化、最適化のお話をしたいと思います。で、オフロードの、仕組み、実際のソフトウェア的にどう処理されるのか、概要なんですけれども、ユーザーコードの中からオフロードの部分がですね、ジオンファイコプロセッサー用 のジオンファイコプロセッサー用のドライバーに渡されまして、で PC Express のバスを通りまして、ついに、ジオンファイコプロセッサー側での、制御ツールを介しまして、オフロード区画が実行されるような流れになっています。これらは実際自動、完全自動なので、ユーザー側は特に考える必要もなく、オフロード、制限集を書いた、区画を、実際にコンパイルして流すだけの非常に簡単なものになっています。で、一方ネイティブ実行モデル、こちらはさらに簡単でして、コンパイルしたバイナリーを、バッチジョブスケジューラーがなければですね、SSH や
まあ、テルネットなどで接続して、こちらにコピーしたものを実行するだけの、まあ、非常に簡単なものです。ソースコードは全く手を加えなくても、コンパイルして実行することができる場合がほとんどですので、まあ、既存のアプリケーション、ジオン向けのアプリケーションを全く手を加えないで実行できるというところが非常に、良いかと思います。さて、早速ですが、オフロードの記述例です。ジオンファイコプロセッサー向けのオフロードの記述方法は、まあ、いろいろな制限区があるんですけども、一番簡単な、まあ、一番簡単なというか、ほとんどのこの場合、このような書き方になると思うんですが、プラズマオフロードターゲットマイク、フォートラの場合には、ディレクティブの OMP オフロードターゲットマイクみたいな感じで書くんですが、こういったようなオフロード宣言子を追加することによりまして、次の区画、まあ、今回は、並列区画、OpenMP の並列区画がありますので、こちらが自動的に JohnFi に渡されて、実行されるようになります。で今日は実際にジオンファイコプロセッサーのハードウェアをちょっと持ち込まさせていただいたので、これで実行してみたいと思います。まあ、ご用意したのが先ほどと全く同じコードですね。Pi を計算するものです。まず並列化区画 OpenMP だけしか書かれていませんが、ちょっとこれを実行してみたいと思います。まあ、コンパイルして、で実行します。こちらが普通のシステムモニターですね。こちらがジオンファイコプロセッサーのシステムモニターのようなものです。まずこれでちょっと実行してみたいと思います。当然オフロード普通 のオフロードしていない状態ですので、このようにですね、ジオン側で走ります。5.4 秒、5457ms、まあ、5.45 秒で動きました。でこれをですね、オフロード区画をちょっと記述して実行してみたいと思います。こんな形でですね、オフロード、プラグマオフロードターゲットマイクと書くだけの非常に簡単な、やり方ですね。で同じくこれをコンパイルしまして、で実行すると、さて、今度はですね、ジオンファイコプロセッサーの方が動きまして、ジオン側では1スレッドだけが動くようになりました。で時間が、2.6 秒ということで、まあ、倍っていうか、まあ、倍近い性能になっています。まあ、ジオンに対しまして、ジオンファイコプロセッサー1枚しか使ってないので、実際例えば2枚差し、4枚差しなどをやればもっと速くなるはずなんですけども、まあ、とりあえず1枚差しで動かした場合にはこのような形で、まあ、それなりのですね、資料通りの性能が発揮できているんじゃないかなと思います。で、またですね、ちょっと今日の資料にはないんですけれども、まあ、せっかくですので、先ほど、どれだっけ、あ、こっちか。このオフロードターゲットマイクと書きましたが、OpenMP でもですね、最新の OpenMP では、このような書き方をすることによりまして、プラグマ OMP ターゲットデバイス何がしと書くことによって、オフロードすることができます。まあ、これは OpenMP のオフロードの方なんですけれども、まあ、これもセーブして同じく、コンパイル実行すると、コンパイルして実行すると、同じくですね、ジオンファイコプロセッサーが置いて、処理ができると、まあ、時間もほとんど変わらず、どちらも、まあ、オフロード制限子を使っていただいても OpenMP のを使っていただいてもどちらでもいいと思うんですけども、まあ、非常に簡単に、既存の知識をそのまま、
生かして、計算することができるようになっています。このオフロード宣言子の、書き方なんですけども、C とフォートランでですね、同じような宣言子を使うことができるようになっています。プラグマオフロード何がしというものは、フォートランの場合には、ディレクティブの OMP オフロード何々というような書き方になっています。で、頭はちょっと書き方は違うんですけども、宣言区ですね、宣言区の方は、共通のものを使うことができるようになっています。配列をですね、コピーするものがインで、取り出すものがアウト。で、入れて取り出すものがインアウトとあるんですけども、例えばこのようなものを使いますと、配列の入れっぱなしとか消したりとか、このフリーとかあるんですけども、こういったものを使いますと、いちいち配列をコピーしないで、コピーした配列をずっと使いますということもできるようになります。でですね、フォートランの方はこれ自動的に行われるんですけども、 C 言語の方だけちょっと注意いただく必要がありまして、C 言語ですとポインター、C++、C も両方なんですけど、ポインターで配列をですね渡される場合がほとんどだと思います。その場合にはコンパイル時に長さがわからないので、コンパイラーがですね長さがわからないので、配列帳ですね、配列帳がわからないので、ちょっと このようにですね配列帳を手動で教えてあげる必要があります。といっても、こう言って書くだけですので、ちょっとこちらだけご注意ください。フォートランの場合には、自動的に明確化されますので、このデングスとか書かなくても、ほとんどの場合大丈夫です。で、起動してから、どのように、処理されるのかという時系列の図というか、図なんですけども、まずホスト側でオフロード用のバイナリが実行されますと、使われるデータがまずジオンファイコプロセッサーの中で同じ領域だけアロケートされます。で、自動的にコピーされます。で、オフロード区画が実行されて、で、書き戻されます。で、ジオンファイコプロセッサーでアロケートされたものは自動的にフリーされます。で、こういった処理があるんですけども、お気づきの方は、ここで全部これコピーされちゃうんじゃないかという、今回は例えばこの場合には一つの配列しかなかったとしないんですけども、例えば配列が3つや4つあった場合、実際使うものはその3つであっても、書き戻すものが1つしか必要なければ、全部コピーして全部書き戻すと処理が遅くなってしまいます。なので、先ほどありましたようにですね、こちらのですね、インアウトとかノーコピーとかアロックイフとか使いまして、書き戻さない方式の、入れる部分は入れるんですけども、不要なものは書き戻さないようにしていただいた方がより高速に処理することができます。ちょっと今日もサンプルコードを用意しましたので、それでちょっと見ながら説明したいと思います。例えばこんな状態ですね。これわざわざこう書いたので、中身としては全く意味のない計算なんですけども、例えばここの場合ですね、ABC 配列。ABC 配列を使うんですけれども、実際書き戻すのは C 配列だけ。で、次のループで見ますと、また AB が使われてるんですね。なので、この場合には、入れるのは ABC と D ですか、ABC、D を入れて、で、書き戻すのは C と D だけ。で、さらにですね、一つ目のループで AB をコピーするんですけども、次のループでもまた使いたいので、消さないでジオンファイコプロセッサーの中に残しておきたい。というような場合には、このような書き方で、こちらですね、このような書き方で、転送の回数を減らすことができます。実際にちょっと触っていただければすぐ理解いただけると思うんですけども、このインというものを選択しますとコピーされます。で、
アウト、インアウトとやりますと、まあ、入って出ます。で、アウトのところに書かなかったものは取り出されません。つまり、この場合には ABC がコピーされて、で、C だけが取り出されるんですけども、まあ、AB はそのまま、アロックイフトゥルー、フリーイフフォルスとあるようにですね、入れっぱなしでフリーされないで、ジオンファイコープロセッサーの中に残ります。で、このコードって後でまた皆さんに触れるようにした方がいいですかね。あれば、後ほどちょっと皆さんにお渡しします。例えばこんな形でですね、AB を入れて、で、C だけ取り出して AB 残したいというような場合にはこのような書き方をします。で、同じく次のループでは先ほどコピーしたものをそのまま使いたいので、まあ、ノーコピー、さっきのものをそのまま使うノーコピーで AB をそのまま使いますよという感じで書きますと、どのようになるでしょうかね。ちょっと実際やってみたいと思います。ですね、今ちょっとオフロードレポートというものでコピーどれぐらいコピーされたのか出たのかというのをちょっと出しています。まあ、計算自体はこのように行われていますが、2つの区画がありますので、まあ、山が2つこのように出てますね。で、変装自体何回も行われているのでこのようにこちらで400メガぐらいかな、40メガか400メガ、でも同じくこちらでも同じようコピーされているので、時間としては 11.482 11秒ぐらいかかってしまってますね。で、これをですね、先ほどのようにコピーの回数を減らすようにした場合どうなるのか、ちょっとそれも実行してみたいと思います。どうでしょう。まあ、全く同じように動くんですけれども、1回目の転送では、まあ、このように全く同じ量転送されているんですけれども、2回目の転送では転送量が減っているのがお分かりいただけると思います。4だったのが頭が13になってますね。まあ、こんな形で転送量を抑えることによりまして、時間がさっき11秒だったものが今 7.5 秒という形で、まあ、かなり抑えることができたと思います。まあ、こういったような使い方をしますと、オフロードの、転送速度の部分では最適化することが、できるようになります。さて、次にネイティブ。ネイティブはあまりお話しすることがないんですけども、単純にこの -mmic というオプションを、こちらですね、-mmic というオプションをつけてコンパイルするだけの、まあ、簡単なものです。で、コンパイルしましたら、-mmic をつけてコンパイルしましたら、転送、まあ、必要に応じて転送する、して、ジオンファイコープロセッサーの中で実行するという流れになるんですけども、通常皆さんが導入されるものは、
ネットワークファイルシステムが共通でですね、適用されているので、まあ、普通転送する必要はないです。で、ログインして実行するんですけども、まあ、これもバッチジョブスケジューラーで設定されている場合がほとんどですので、まあ、フラム、ジオンファイルプロセッサーのネイティブのフラムを多分立てていただいて、そのまま実行するだけのものになると思います。まあ、ここでは、それをですね、手動でやった場合どうなるのかというような感じで紹介していますが、まあ、これだけのものです。MP アプリケーションの場合でも、-4 マイクをつけてコンパイルするだけで、ジオンファイルプロセッサー上で動作するバイナリーを作ることができます。ちょっとあまり時間がないので、どうしましょうかね。2時半までですよね。はい。じゃちょっと簡単にやってみましょうか。オフロード宣言集を省いて、-M マイクをつけてコンパイルしました。で、これ当然、ホスト側では動かないので、これを転送して実行してみたいと思います。SSH でマイク0に入りまして、環境変数だけ設定してあげて実行すると、ジオンファイルプロセッサー上で走ると。先ほどのオフロードした場合には 2.5 秒だったんですけども、こちらは2秒になっています。で、これはオフロードすると、オーバーヘッドが生じますので、まあ、多少なんですけども、まあ、これぐらい短い時間ですとはっきり出てしまいますが、オフロードするよりもオーバーヘッドが少ないという状態がこれでわかると思います。で、まあ、ネイティブについてはこれぐらいですね。非常に簡単です。で、先ほどいちいちコピーしましたが、このマイクネイティブロード EX というものも実装されてまして、まあ、これを使いますと、自動的に転送して実行して削除するということが自動的に行われるようになってますので、まあ、お手軽に試されたい場合には、ちょっとこちらでも実行してみてください。はい、で最後に、ベクトル化のお話が先ほどありましたが、前半部分でありましたが、ベクトル化しないとこのような形で毎回ループの回数ごとに計算をする必要があります。でベクトル化すると、配列要素を一挙に計算することができますので、ループの、まあ、実際の回る回数を減らして高速化することができますと、まあ、実際の AVX の場合にはこのような実装になります。何もベクトル化していないものです と、この場合には4万回回転するフォーループ、これをベクトル化しますと、8要素ずつ計算しますので、5000回転だけで、まあ、実際の計算が済むとなりいうことになります。で、AVX ではこのような形なんですけども、ジオンファイルプロセッサーの場合には512ビット調のベクトル、レジスタがありますので、何もしないよりも実際には16倍、単精度の場合には16倍の性能が、まあ実際にメモリーの読み書きがあるので16倍とはならない場合もあるんですけども、まあ、このような形でベクトル化しない場合には下場合においてすごく性能が上がりますので、
性能を発揮させるためにはベクトル化が必須になっています。はい、でこれもちょっと実際にやってみたいと思います。コンパイルしてちょっとベクトル化のレポートというものをつけてコンパイルしました。計算自体はこのようなですね、あの行列の積和演算をやってます。で、まあ、実際にベクトル化すべきところがここなんですけれども、あの一番内側のインクリメントが K なんですけれども、まあちょっと書き方がおかしくて、あの K が一番左側のインデックスとしてあの変わってしまっています。でこれが非常にあの遅延が発生する原因になります。まあ、メモリーの飛び飛び読み込みになるので遅くなります。であのこれは知ってればいいんですけれども、まあ、あのコンパイラが、このようにベクトル化してくれない場合があります。でそういった場合にどうするのかというところをちょっと VTune を使って確認してみたいと思います。今コンパイルしたんですけれども、これを走らせます と、まあ、例えばこんな形で動いていますと。で動いているんですけれども、原因がよくわからないという状態になると思います。まあ、今の場合には原因がもうわかっているのであれなんですけども、まあ、このような形でよくわからないということがあると思います。まあ、そこで使えるツールとしてこの VTune というものがあります。コンパイルしたですね、これか。バイナリをですね、指定するだけの非常に簡単な使い方になってまして、バイナリを指定して、あとは走らせるだけです。ジオンパイコプロセッサー向けに対応した、解析オプションがありまして、あとはスタートを押すだけで自動的にアプリケーションが起動して、その中のですね、どのような問題が発生したのかを、表示してくれるようになっています。でこのツールについては、いろいろなものがあるので、深く話せば結構お話しすることができるんですけども、何も知らなくても使うことができるようになっています。で解析が終わりますと、こんな形で統計されまして、で、問題がピンク色でこのように表示されるようになっています。で、いくつかの問題があるんですけれども、ピンク色になっているところはいくつかあるんですけれども、例えば今回、ベクトル化というお話をしましたので、ベクトル化率についてちょっと見てみたいと思います。ベクトライゼーションユーシジという項目があります。これはベクトル化できたかできていないかの確認することができる項目なんですね。でこれは関数ごとに、今の場合にはこちらちょっと画面が切れてしまっていますが、この関数に関しまして、ベクトル化できていないところを発見することができます。で、このベクトライゼーションインテンシティというものがありまして、これ単精度、出ましたね。単精度の場合には、8以上でなければいけなくて、倍精度の場合には、倍精度の場合には、単精度の場合には16以上、単精度の場合には8以上でなければ、性能が出ていないという指標なんですけども、今回は1しかありませんので、これ非常に悪い状態になっています。
ダブルクリックするとその場所に飛べるようになってまして、おっと G オプションをつけるのも忘れてしまいました。すいません、ソースコードも実際ここに飛ぶんですが、まあ、デバッグオプションをつけるのを忘れてしまったのでちょっとジャンプできませんでしたが、実際G オプションをつけるとここに飛ぶようになってます。でこの場所を見ますと、まあ、ここでキャッシュミスが発生しているということがもう一つの指標、こちらですかね。これですか。キャッシュユーシージという項目で、こちらの方でキャッシュミスが発生しているのが分かりますので、まあ、それを踏まえて、先ほどのソースコードを見ますと、この一番内側のループ、これ K であることがいけないので、これをちょっと入れ替えて、一番内側のループを J に変えてみます。まあ、これを計算自体は全く同じ処理が行われるんですけども、インデックスが J、J でこっち使われてなくて、まあ、B も J も使われるということになりまして、メモリの読み込みが、飛び飛びではなくて、舐めるようにメモリが使われるようになります。でこれによりまして、ベクトル化もできるようになります。同じようにこれセーブしてちょっと実行してみますと、さっきベクトル化できなかったところが、まあ、ベクトル化できるようになりました。で11秒ぐらいかかっていたものなんですけども、まあ、同じくこれを走らせると、どうでしょう。2秒ということで、まあ、このような形で、ベクトル化できないところを発見して、ちょっと直して実行することによって、まあ、性能が簡単に上げることができますので、まあ、ツールを使いつつ、まあ、ハードウェアの特性などを踏まえて、プログラミングしていただければと思います。はい。ということで、私のところは以上です。どうもありがとうございました。